ナンバー、アイ、芸能界の魅力を塗り替える、その理由は人間性ですよね。ビジュアルだけでは足りない、芸能界の舞台。でも、その中でひときわ輝く存在がいます。それがナンバー、アイ。なぜそんなに多くの芸能人から支持されているのか、その理由を見てみましょう。彼らの成功は、単なる才能だけでなく、礼儀正しさ、ファンへの愛情、そして互いを支え合う絆に根ざしているのです。ナンバー、アイの3人。 彼らの心が綺麗なことは周知の事実。この美しい内面が顔にも言葉にも滲み出ていると感じませんか彼らは対処時に理不尽な扱いを受けましたが、それにもめげず、逆にブーメランのように戻ってきました。そして今、彼らの充実した姿が最高潮に達しています。某女元社長に感謝の言葉を送り、5人で亡くなった今でも最高の笑顔とパフォーマンスを披露してくれているナンバー、愛。 彼らの人間性と仕事への真摯な姿勢は多くのファンや芸能人から支持されている理由です。礼遇されながらも前向きに頑張ってきた姿勢は心に響くものがあります。彼らのトップアイドルとしての地位にもかかわらず一度もおごらず謙虚に振る舞う姿勢。これが彼らをさらに魅力的にしています。才能があるだけでなくその才能を持ちながらも謙虚であることはファンにとって心地よい驚きです。そして 彼らが心から愛される理由には、過去の霊群や、脱退の辛い経験も影響しているかもしれません。彼らが人柄よく、真剣に頑張る姿勢を見て、多くの人が応援したくなるのは自然な流れです。キンプレのような霊群も、三人のように頑張る姿勢があれば、乗り越えられるのではないでしょうか。しかし、新たな展開にはまだ疑問もあります。霊界の霊群や、マルストームがゴートストームに変更された経緯。 そして日本メディアの反応。これらの情報を指揮しているのは誰なのでしょうか新社長の意向かそれとも旧経営陣の影響が残っているのかこれらの疑問がまだ解決されていないことが、ファンたちを不安にさせています。ナンバー、愛の5人が分裂した背後には、ジュリーさんのやり方が影響している可能性もあります。彼の経営スタイルに対する批判は根強く、多くの人が応援している一方で、 そのやり方に疑問を抱く人も少なくありません。これからの展開に注目が集まることは確実です。最後に、ナンバー、愛の魅力を再確認しましょう。彼らは単なる芸能人ではなく、心ある方々に守られながら生き生きと活躍している姿が素晴らしいです。しかし、まだまだ未知の部分も多く、ファンたちは彼らがさらなる成功を収めることを願ってやみません。 3人が歌やパフォーマンスで世界を魅了し、順風満帆な道を歩んでいくことを心から応援しています。